本日はポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。
ようこそ。遅かったね。長い間君を待っ。この先へ進むならここに署名をして。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取っ。確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。さあ、はい。到着が遅れたようだな。私は霧城満。この寮に住んでいるものだ。誰です？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。はい。こちらこそよろしく。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？署名？何のこと？ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？そっか、ならいいんだ。ごめん。じゃあ私は行くね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。Thank you.
おはよう。眠れた？あのね、先輩に案内しろって頼まれちゃって、もう出られる？よかった、じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール珍しいでしょ。特にここ海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら見えてきた。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上ナビでした。何かわからないこととかある？さあ、まだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜その色々見たでしょ。あれ他の人には言わないでね。じゃあね。よね。2年生で間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前の。あ、ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国語科主任の鳥海です。よろしくね。おっと、元気ビンビンね。クラス分けも見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい1年の始まりにあたり、文筆品品叱る後君子という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと。ねえ、あのさ、今朝竹葉さんと一緒に登校してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つうか竹葉さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。やっぱそっか、だよな、いるよな普通。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？たく静かにしてよ、怒られるの私なんだから。よっ、転校生。
なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。ん？これか？俺は伊織純平、純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。お、ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。うん、驚いた。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか。てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだってのてか、そもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。ならいいけど、昨日の夜のこと、ほんと。何？昨日の夜って、ちょ、なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで、ほんと何でもないの。まったくもう。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃんなあ。ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん、転校生初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。まあそんなわけだから、これからよろしくな。もう帰んだろ。なら駅まで一緒にどうよ。部活入ったりする？新規入部ってことになるから、まだもうちっと後だけどな、入れるの。つか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな寮生活、なんか青春って感じ。んじゃ俺こっちだから。Bye.
おかえり。ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてる。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なーに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ、遊びじゃないんだぞ。なるほど、彼か。いや、こんばんは。私は幾月修司、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろう。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断するとかみかね。ま、かけて。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？なぜって？君を迎えるためさ。ダメかい？ああ、竹葉くん。そういえば霧城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい？じゃ、良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。
昔漫画にあったろ、グーグーナンボなんちゃってごめんね。さて私も部屋戻ろった。理事長も言ってたけど早く休んで、転校って慣れるまでは気疲れするしさ。おやすみなさい。お疲れ様。どうだい彼の様子は。先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は。まあ、とりあえずもうすぐ鍵。いいじゃん、行こうぜ。外とかまだちょっと寒いさな。え、どうする、マユミ。毎晩0時になる旅を訪れるこの掛け時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して。じゃあ彼は。見ての通り彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど彼は今ちゃんと掛け時間を。あとは適性があるかどうかだ。っていうかあるんだろうね、餌食って。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス、同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずやあなたが支払うべき対価は一契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。
ったく。今だろう。そりゃおも。ああ、そうか。んじゃ、案内してやるか。ここがポロニアン。学校のやつらとちょっとどっか行くべ。カラオケとかゲーセンとか。あとあれよ。クラブ、ええ、行ったことありません。変わり映えしねえけど、まあ贅沢は言えねえよな。とりあえず CD でも漁って。新しいやつ出てんじゃんか。ここはやるしかねえ。見せてやるよ、俺のクレーンさばき。いやいやいや、絶対取ってやる。もう一回。おかえり。